肘って思いっきりつねっても痛くないですよ。もう何このトリビアーン。じゃあ今からやってみます。皆さん、肘って思いっきりつねっても痛くないんだよ。3、2、1。あーあーでもちょっと痛くねいやちょっと痛くない。あ、これつねり方が悪いべこなんかな。これ続いて、両耳を手のひらで押さえながら肘を前に出してください。両耳を手のひらで押さえながら肘を前に出す。みんなもやってね。どういうことだろう。両耳を手のひらで押さえた、で肘を前に出してください。で、やったけど、うん、はいもうやめて、悔しい。こんなんで笑ってんのが悔しいよ。